スピリチュアルをぶっ壊すバキューン。はい、モダクトチャンネル1年ぶりに再開いたしました。1年経ってですね、いろいろご相談なんかもたまりましてですね、回答例なんかもかなり出てきましたので、こうやって動画にまとめさせていただいております。ですね、今回ご相談いただきましたのは、マダムから、大阪のマダムから相談が来まして、このマダムね、非常にね、美しい方なんですよ。例えて言うとですね、三輪明宏の若い時ですね、黒トカゲって映画ね、皆さんご存知でしょうかね。黒トカゲに出てる緑川夫人ですね、あんな感じなんですね。ちょっと怪しくてですね、まあでも話をするとね、もちろん気さくなね、大阪のお姉ちゃんみたいな感じですね。そんな素敵なマダムからですね、ここで実名を、ね、出すわけにいきませんので、ちょっとまあ大阪でもね、ちょっと知られたお方なんで、私はですね、黒トカゲ夫人と呼ぶんですけれども、ちょっと舌噛んじゃうんで、黒トカゲさん、この大阪の黒トカゲさんからご相談がいただきましたのが、毛沢東主席にね、ぜひ聞きたいのが、息子さんのことなんですよね。息子さん、24歳の息子さんがいらっしゃるんですけれども、この24歳の息子さんが、飲食店をね、最近始めたんですよ。始めたのかな、もうあれなのかな、まあもうあとはもう店開くだけなんですけれども、こんなご時世にね、飲食店なんか開いちゃって、まあ親としても心配で心配で、大丈夫かしらうちの息子、いやいや、ちょっとせっかくの占いなんですから、黒トカゲさん、あなたの悩みとかをね、まあ、息子さんからね聞かれれば息子さんのことを占えるんですけど、なんか黒トカゲさんないですかとかって言ったら、ないの、とにかくもう息子がって、まあ、息子がの一点張りなんです。わけでもうそこまで言うなら、史跡に聞こうじゃないかということで、黒トカゲさん、あなたの息子さんのことをね、毛沢東史跡に聞いてみたいと思います。息子さんのお店がこの先大丈夫かなということですよね。よし、集中させてもらいます。ここは天安門広場、毛沢東主席、お言葉をお願いいたします。大阪の黒トカゲさんのご子息の飲食店の今後大丈夫でしょうか。どうかお言葉をお願いいたします。革命無罪造反より、革命無罪造反より、毛沢東主席、お言葉をお願いいたします。矛盾する2つの側面のうち、必ず一方が主要、他方が副次的である。その主要な側面とは、矛盾の中で主導的な役割を果たす側面である。事物の性質は、主として支配的位置を占めた矛盾の主要な側面によって規定される。しかしこうした状況は固定したものでなく、矛盾の主要関係と主要でない側面とは相互に変化し、事物の性質もそれにつれて変化する。矛盾論、1937年8月、毛沢東語録212ページ。ここからですね、息子さんの、経営する飲食店、これに関することなんですけれども、ここでですね、ちょっと私気になるのが、ここに関して矛盾する2つの側面のうち、そして矛盾の中で、この矛盾という言葉がですね、この4行の中に5回は出てきてるんですね。この矛盾ということが、うまくいってる言葉に対し、事象に対して矛盾という言葉は毛沢東占いでは出てきませんので、息子さんのこの経営に関しては問題はないというふうに出てるんですよね。非常にない才覚のある息子さんなんじゃないでしょうか。お母様でいらっしゃる、黒トカゲさんは心配でならないと言ってますけれども、もしかしてですけど、ちょっとここからですよ、ここから読み取れるのが、この矛盾というのが、もしかしてこの黒トカゲさんの質問の中にもあるんじゃないかということですね。心配
のはどうして心配なのかということなんですよ。店がうまくいくかいかないかということで、初めての経営ですし、24歳ですし、いきなり順風満帆とはいかないということは黒戸影さんもおっしゃっていた通り、心配する要素がないわけなんですよね。心配するのとしたら、こけた時にどうするかっていうことなんで、まだこけてもいないことを心配するっていうのは、それはちょっとこう心配される息子さんとしては、え、俺しくじっちゃうのって、何しくじって思ってんのかってなっちゃいますから、もしかしたらですね、こう心配してることを息子さんに煙たがられてんじゃないかなっていうのがこの中で読み取れるんですよね。ちょっとこの隣の章に行きますけれども、我々は任務を提起するばかりなく、任務違反の方法の問題を解決しなければならない。我々の任務が川を渡ることをすればでありますけれども、本当に息子さんの経営のことが心配なんでしょうかね。本当にそこじゃないようなっていうのがね、この最初のこの、222ページ矛盾論、1937年8月、この言葉に出てるんですけれども、息子さんのこのお店を始めたことが、そのお店を始めたことでなんかこう失敗しちゃうんじゃないかなっていう心配より、この矛盾っていう言葉から読み解くのですよ。矛盾からすると、もしかしたらこの息子さんがそういう新しいことを始めることにあたって、あまりこう相談をしなかったとか、あと案外こうやり手でね、資金なんかも集めてささってやっちゃったことに寂しさを感じてませんかね。逆に言うと、息子さんが困っていないことに何かしら心配する要素がないから物足りないと、頼ってほしい、もっとこうコミュニケーション取りたいんではないかというのがこの中から取れるんですよね。ちょっとその息子さんとの距離感のようなものをちょっとここのから感じるんですけれどもね、いかがでしょうかね。どうでしょう、心配してることによって距離を取られてるんじゃないかって出てますから、できることとしては無責任に応援するってことじゃないでしょうかね。もう常連になっちゃうとかね。一番できる応援は息子さんのお店にお常連さんを連れてくなり、自分が常連になるとか。手伝っちゃダメですよ、手伝っちゃダメですよ。おかんは手伝っちゃいけませんからね。常連さんになって常連さん連れてくとか、そういうなんか無責任に、楽しい娯楽の一つとして、今日はここでお茶する、じゃあここ今度は息子のお店で、明日は違うところ、また日にち置いて息子さんのお店行ったら、自分の友達がなんか楽しくしていたら、もう最高じゃないですか。ちょっとね、戦略変えましょう。無責任に息子さんを応援、無責任に常連になるということでね、どうでしょうかね。それが一番息子さんとこう密着、こうなんか関係が密着になりますし、あと息子さんのね、お店もこう潤うじゃないですか。これは一石二鳥だと思うんですよね。私これ以外に戦略はないような気がするんですけど、いかがでしょうかね。もうどうでしょうか、黒戸影さん、元気なおかんとしてできることは無責任に応援ですよ。もう楽しくね、心配してはいけません。本当に心配するとね、せっかくのね明るいと黒戸影さんがちょっとこうしょんぼりしちゃいますからね。しょんぼりするとね、老けますよ。老けちゃうと息子さんの自慢のままじゃなくなるかもしれませんよ。だからしょんぼりしない、堂々と応援、堂々と常連になる、それですよ。そうしましょうね、黒戸影さん。私は黒戸影さんを応援します。そして息子さんのお店にもね、大阪のお店にも遊びに行きたいと思ってます。
だからそれまで息子さんと仲良しになっててくださいね。自慢の息子さんのお店連れてってくださいね、黒戸影さん。じゃあねー、応援してます。